はい、えー、こんにちは。返信メールありがとうございます。これね、過ちして改めざる。これを過ちという、というね、言葉をこの前お送りしたんですけども、共感していただいてね、非常に嬉しく思っております。考えれば、人と人との関係っていうのは、いいことで結びつく関係もありますけども、どちらかというと、トラブルを乗り越えて、さらに強固となると思うんですよ。A さんと B さんが何かね、えー、約束をとしました。 お互いに約束を守って順調に人生を過ごしました。それもとってもいいことだと思います。でも、次の例をちょっと聞いてもらいたいんですよ。A さんと B さんが何か約束をしました。どちらかが約束を破っちゃいました。それで終わり。みたいな関係もあると思うんですが、約束を破っちゃった時に迷惑をかけた時に、次はこうします。ごめんなさい。っていうことによってね。いや、本当に次はそうしてくれるのかな。もう一回様子を見てみようかなと思って、 実際に次に一回トラブルを起こした約束を破っちゃった迷惑をかけちゃったことを乗り越えるぐらいのね次のアクションがあればあやっぱりこの人信じてよかったなっていうふうになるしいや許してもらえて本当にありがたいなっていうふうな感じで A さんと B さんの関係はトラブルが起きる前よりも強くなると思うんですよで私たちはこういうふうに人間関係を構築していくんだろうなと思うんですよねだで言えばですねなんかこう 転んで膝をつりめっちゃった時にかさぶたができるじゃないですか。その状態だと思うんですよ。かさぶたができて、それが治った後って怪我をする前よりも強くなっているらしいんですよ。だから、かすり傷を負えば負うほど人っていうのはどんどん上手になっていくしもうそもそもね、怪我をしにくくなるんですよ。人生生きてる限り間違いを犯さないってことはないと思いますし誰かにきっと迷惑をかけながら生きてると思うんですよ。でその後が大事なんですよね。 その後どういうふういに自分が立ち振る舞うかもうね高飛車になって自分は悪くねえって言って謝るのをやめてしまうのか謝ったところでもう今更どうしようもないよって開き直ってしまうのかそうじゃなくって謝って済むことばかりではないけどもでも謝るところから始められない人間になっちゃダメだっていうふうにプライドをね自分が謝れる自分っていうのにプライドを持てるかどうかなんですよね頭を下げること 誰よりも多く頭を下げる自分は謝罪のスペシャリストそして信頼を取り戻すためにコツコツとまた一からできるそんな人間なんだと思えればきっとそういう人って多くの人から支持されるんじゃないかなと思うんですよなぜなら多くの人はなかなか謝れずにさらなる失敗をするからなんですよねごめんねって言えるかどうか自分が悪くない相手が悪いのにそれでも謝れるかどうかところもあります一つの例をここでお話しします 私は東京のルノワールっていうね喫茶店でビジネスの打ち合わせをすることがあったんですよで私は広島から行きますんで場所がよく分かんないんですよ約束は2時でしたでも私が着いたのは2時40分ぐらいだったんですよ40分遅れちゃったんですよねもちろん途中で連絡は入れたんですけども、えー、2時40分に到着して待たした人が何て言ったか あ、久保さんよかった。到着したんですね。すいません。分かりにくいとこ選んじゃって、40分も出しちゃいましたって、向こうが謝ってきたんですよね。いや、そんなこと言われちゃうと、遅れて私の方がね、なんかね、あいや、そんなことないですよ、みたいなね。恐縮しちゃうみたいな。でも、成功する人ってそういう感覚なんですよね。人がした失敗まで自分のせいだって思えるかどうかなんですよ。すいません。今日こんなとこに打ち合わせを組んじゃって。みたいなね。すいません。雨の中で。 こんな日に私もね約束しなきゃよかったのに天気がチェックできてませんでしたみたいな。とにかく何かトラブルが起きたらお前が悪い俺は悪くないんだ。なぜなら自分には落ち度がないでしょ。何かがあったとしても仕方がないでしょ。っていうんじゃなくってもう自分に全く責任がないことは分かってるのに分かってるからこそ自分が罪をかぶってくれるそういう人にね人は安心してついていくんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ですんで誰かと誰かがトラブった時に先に謝ったもん勝ちとかね。 頭を下げる回数が多かったたもん勝ちみたいなねそんな勝負がそこにあるんじゃないかなと思ってますねもちろんふざけて謝ることってないと思いますけども謝れば謝るほど気持ちの入れ方っていうのは上手になっていくんじゃないかなと思うんですよそしてそういうふうにね人の罪までかぶってくれるような人に信頼が集まるのは非常にビジネスには大事なことなんじゃないかなと思います私はねこう思うんですよ正直な人にお金は集まるもちろん 悪い人にもお金が集まっちゃいますけどもどっちがいいですかって聞かれたらできれば正直でいい自分にお金が集まってきてほしいですよねそして世の中はそういうもんだと信じたいじゃないですかでもいい人でもない悪い人でもない真ん中の人どっち使った人には一番お金って集まらないですよね <laughs> そういうふうに思っちゃいますねうんでも残念ながら世の中には単なるいい人って結構いるんですよ単なるいい人って何かっていうと 悪いこともしないと。人に迷惑もかけない。その代わり、いいこともしない。印象に残るような貢献もない。ね、こういう人が一番多いんですよ。これは、責任を取りたくないっていうところから生まれるんでしょ、ね、うね、ん。だからやっぱり私いつも思いますけども、責任は俺が取るから。だからやってみようよと。責任は私が最終的には引き受けますんで。お願いできますかって言えるかどうかなんですよ。これをね下町ロケットの 財前部長の名言と私はね、名付けてるんですよ。ね、下町ロケットってドラマに、財前部長っていうのがね、出てくるんですよ。帝国重工。その財前部長の名台詞、いつもね、部下が何か躊躇してる時に、全責任は私を取るって言うんですよね。かっこいいですね。<laughs> まあ本当にね、大人が何のために存在してるか、それは責任を取るためです。子供には責任をかぶせない。ね、子供の責任を親が取る。 責責任任取るるかかららおいちゃん責任取ってあげるからそして何かをした時は「ごめんなさいね」と、うん「この子には責任がないんです私の指導不足患者不足です申し訳ありません」というふうに言えるかどうかなんじゃないかなと思うんですよ謝ることって人が生きる上で本当に大切な橋になるんじゃないかブリッジになるんじゃないかなと思うんですよブリッジングっていうんですけどねごめんなさいっていうことによって逆上する人もいますけどもねでも基本的には 謝っっっててもらってよかったいやいやそんなことないですよっていうなるのが人間関係だと思いますしそういう人間関係を作ってくれる人とだけしっかりと付き合っていけばいいんじゃないかなと思いますねやっぱ内心ね引っ込みがつかなくなった時に先に謝ってくれないかなっていうふうに心の中で思っちゃうんですよだから先に謝ってもらうと安心して「ごめんなさいね」ってこっちから「こちらこそ!」ってなっちゃうんだと思いますははい今回はね、えー謝って 改めざるこれを誤しをすについてちょっとしたエピソードをお送りしてみました今回メッセージを送っていただきましてありがとうございましたそして浩次さんの企画本当にうまくいくといいですよね自分がうまくいく以上に自分の力添えで誰かがうまくいくってちょっと幸せな気分になりますよねそれでは今夜もありがとうございましたおやすみなさい